ニュースはその日、その時の一番新しい情報を伝えるもの。私たちは毎日たくさんの出来事を伝えていますが、その中で考えることがあります。当時はどう伝えていたのだろう。タイムズ2020。時間の経過、空気、熱量、過去と現在の伝え方を比べることで何かが始まる音がする。秋篠宮さまが皇位継承順1位になったことを国内外に示す立皇嗣の礼。今月19日の予定でしたが、菅官房長官は先週金曜の記者会見で延期の方向で調整すると発表しました。4月19日に挙行する予定の立皇嗣の礼については、総理のご指示を受け、今般新型コロナウイルス感染症の感染拡大につき緊急事態宣言が発出されたことなどを踏まえ、延期する方向で調整することにいたしました。皇位継承者であることを示す儀式です。天皇の直系男子、皇太子の場合は立太子の礼、立太子礼などと呼びます。現在の上皇さまの立太子礼の様子を伝える番組の一部がTBS ラジオに残っています。68年前、1952年11月10日のこと。ラジオ東京として開局して11ヶ月と少し。ただいまから11時30分まで立太子礼の特別放送を行います。この放送は皇居内の儀式に初めてマイクロフォンを置いて行う中継放送でございますが、北海道放送、仙台放送、日本文化放送、ラジオ東京、信越放送、北日本放送、北越文化放送、福井放送、静岡放送、中部日本放送、京都放送、朝日放送、新日本放送、神戸放送、四国放送、ラジオ中国、ラジオ九州、以上17の民間放送の電波が全国の皆様にお伝えいたします。今朝8時ちょうど、時屋松東宮仮御所をご出発になりました皇太子殿下のご行列は、沿道を詰めた民草の観光の中に、ただいま先頭の御経営の前駆がちょうど岩井田橋に差し掛かろうとしております。今皇太子殿下のお召し車が近づいてまいりました。ちょうどこの四筋を左二重橋に向けて曲がるところ、早くも万歳の声が沸き起こっております。皇太子殿下はモーニングを召されまして、左手にシルクハット、そして今右手を軽く上げられまして、この沿道の歓呼に応えておられます。沿道を戸へ旗へと埋め尽くします観衆は、この馬車の動きますごとに大きく左に右にと芝生の上を移動いたしまして、二重橋の元へと動いております。岩井田橋交差点の実況は近江雅俊アナウンサーです。上皇さまは生まれた時から皇太子でしたが、成人皇族とみなされる18歳になったことから、成年式と合わせて立太子礼が行われました。成年式にあたる加冠の儀の実況も残っています。加冠の座の前、三谷侍従長小腰をかがめながら、長水侍従ともども皇太子様がかむっておいでの空調国策をお逃せし、左へ一歩二歩三歩、お机の上に置かれた梨地の蒔絵箱から青年の冠、塩ビ絵の冠を取り出して、右へ一歩二歩三歩、皇太子様の前に戻ります。黒に金蒔絵の平安風の椅子におかけになっている皇太子様、三谷侍従長冠を差し出しおかぶせし、小びぬりと称する掛けを冠の上からかけて、皇太子様の顎の下にきっちりと結び、あまりの掛けをの端を二本ばさみで切って揃えます。終わって三谷侍従長は皇太子様に一礼、両陛下のお前に戻って
無事加冠が終わりましたと一遊一杯の礼をいたします。加冠の儀の実況は坂本壮アナウンサーです。この儀式は終戦後占領軍の統治が終わって初めての国の儀式でした。三権の長をはじめとした国民の代表、外国大使ら300人の参列者の前で行われたこと自体、戦前では考えられなかったようです。そして上皇さま、当時の皇太子が青年としての覚悟を読み上げられ、吉田茂総理大臣がお祝いの言葉を述べました。 MBA の冠をしっかりといただいた皇太子様は、加冠の座のお椅子よりすっくとお立ちになる、今こそご青年の晴れ姿、松平式部官庁のご案内で一歩二歩と満場中止のうちを一条六尺の総を引き、お父様お母様両陛下のお前にお進みになり、尺を構え一遊そして一杯、これよりご両親陛下へのご挨拶でございます。ここに礼を唱え、月人に冠を加えたも、誠に歓喜の至りなり、今よりいよいよ思いを真意にいたし、同心を去り、聖徳に従い、ご自身、もって不可能もきに耐えんことを期す。青年皇太子としての初のお声、皇太子様はもう一度ご両親陛下に深く一遊一杯、お席に戻りますと、吉田総理大臣全国民を代表してのお祝いを申し上げます。一心で申す。そしても見るに天皇陛下霊月吉日を選びたまえ、ここに皇太子殿下青年の式典を挙げ、あまねく慶応内外に沸かさせたも、いやいやつを見るに殿下天使英明総計基礎に現れたも、陛下清涼を不育に注がれたまえ、その学に進められるや、天が時にない春徳月に進み、三千見なえて皇帝合わせかね、中外の敬愛を一心に集めたも、びやびやしく天皇皇后両陛下並びに皇太子殿下の福祉の普及を祈り奉る、昭和27年11月10日内閣総理大臣としたしげ。大勢の参列者の前で行われた1952年の立体司令、皇居内の儀式に初めてマイクが入り、実況を交えて全国に生放送されました。それから68年が経ちました。皇室と国民の関係もメディアの在り方も当時とはまた変化しています。立体司令にあたる立皇嗣の礼を2020年令和の時代に私たちはどのように伝えるのでしょうか。 TBS ラジオタイムズ2020、今日は延期になった立皇嗣の礼についてお伝えしました。お相手は山本恵里香でした。